バトゥは、ジョチ家の二代目当主で、キプチャクハンコクの実質的な創設者。チンギスカンの長男、ジョチの次男である。漢語では抜け都、ともえはげ、ハチとカン。金表記ではバツ、バト。1224年、父のジョチの死によりジョチ家の当主となる。バトゥのイボ兄のオルダは、病弱がちだったため、次男で、母の家柄も良かったバトゥが当主となった。オルダの母も、 バトゥの母も、同じコンギラト氏族の出自であったが、おそらく、バトゥの家督継承には、彼の母が、コンギラト部族の総主アルチノヤンの娘であったことも、大きく関係していると思われる。1236年春2月、モンゴル帝国、第二代皇帝、オホデーの命を受けて、ヨーロッパ遠征軍の総司令官となり、四区の一人であるスブタイやチンギスの四男の、 トルイの長男であるモンケ、そしてオホデイの長男であるグユクラを副司令として出征した。現必筆によれば、各王家の長子クラスの巫女たち、また領民を持っていない巫女たち、さらにとあって帝国全土の王公、武州の長子たち、すなわち次世代のモンゴル帝国の中核を担う獅子たちが出征するという、花ははだ大規模なものだった。バトは遠征軍に参軍する。 巫女たちを統括し、グユクはその下で、皇帝、オホデーの本営軍から選抜された部隊を統括する要直命によって定められていたことが続けて述べられており、加えて、終始によれば、チンギスンの更新筆頭のボール中の四つに、ボロル隊が、このバトゥの本営、中軍の縮小として、これを率いていた。この遠征では前述の通り、 各王家の投資クラスの巫女たちが出生した。すなわち、などである。この時バトゥが率いた兵力は、4個千人体だったと、推定される。遠征軍の征服目標は、ジョチ家の諸領政法の所属、アス、ブルガール、キプチャクの諸勢力、ルーシ、ポーランド・ハンガリー方面であり、ケラルと称されるおそらくさらに政法のドイツ、フランス方面までも含まれていたと思われる。 ブルガール、キプチャク方面の征服遠征軍はこの年の夏中を移動で過ごし、秋までに当時のジョチケのオールドがあったイリ方面にまで到着した。1236年から1237年までの冬季に遠征軍はまずアス人とブルガール人の征服に取り掛かった。縮小、スブテイはボルガブルガール地方に入るとブルガールを攻撃。その主張バヤン。 ジクラが一度遠征軍のモンゴル王ーらに基準を表明してきたが、間もなく離反し、す部隊がこれらの服属工作を任され、これを達成した。1237年の春、遠征軍は、キプチャク草原全体に囲い込み作戦を実施し、左翼をモンケに任せた。モンケの左翼軍は、カスピ海沿岸を進軍し、キプチャクの有力主張。 バチュマンとアスの主張をカチャルオグラと交戦、捕殺した。遠征軍はこれによりカスピカイ沿岸地域で、夏へした。この時期に、カスピカイ沿岸からカフカス北方までの地域にいタブルタス族、チェルケス族、作水人などが基準、征服された。ルーシ諸国の征服1237年秋、ルーシ方面に侵攻。12月下旬には、リャザン、コロムナが合略された。 1238年に入り2月には、ウラジーミル大公国を攻略し3月には、ウラジーミル大公ーリー2世と交戦しこれを打ち破って戦死に追いやった。ルーシ北部諸国の多くが征服される一方で、ノブゴロド公国のアレクサンドル・ネフスキーやガーリチ公、ダニールらの基準を受けている。この征服戦で、まだ小村であったモスクワも攻略されたと見られている。 その後、遠征軍は南に進路を転じて、コゼリスクを陥落させ、カフカス北部方面へ一時撤退、諸軍を休養させた。この年の4月から翌1239年にかけては、カフカス北部の所属の征服を行った。この頃、総司令官バトは、グユクブリラと論考交渉などで激しく対立。その報告を受けた、オホデの帰還命令によって、 グリュクトモンケは1239年の秋には遠征軍を離れてモンゴル本土へ出発した。1240年初春にはルーシ南部に侵攻し、キエフを包囲して同地を攻略、破壊した。当時キエフは対抗意をめぐってルーシ諸国全体が争奪を激しくしており、モンゴル軍の侵攻に対処できなかった。またモンゴル側ではコルゲンがコロムナの包囲戦で、 戦死している。ハンガリー、ポーランド、中央の征服、モヒの戦い、ハンガリー国王ベーラ4世を追うカダーン、レグニツァの戦い、左が、モンゴル軍、右が、ポーランド中東騎士団連合軍1240年春、バトは、カルパチア山脈の手前で、遠征軍を5つに分け、ポーランド方面とアラキア方面、カルパチア正面からトランシルバニア経由で、 ハンガリー王国へ侵攻した。まず西方では右翼のオルダの士軍がポーランド王国に侵攻し、3月にはクラックフを占領。続いてバイダル率いる前衛軍が1241年4月にはレグニツァの戦いでポーランド軍を破ってポーランド王ヘンリク2世を廃止させた。シレジア、モラビア地方もペタなる人物の侵攻を受けたようだが、これは バイダルのことと考えられている。カダーアン、ブリヒキール軍はカルパティア参観に居住していたサーサー人を破り、ボチェクの軍は山脈のワラキア人と思われる集団を撃破している。一方同年3月にはバトゥの本体はトランシルバニアからハンガリーに侵入し、ベーラ4世に降伏勧告を行った。やがてモラビアからバイダル、カダーアン及びス部隊が合流し、 ペシュト市を陥落させている。ティサ川流域のモヒー平原で、ハンガリーをベーラ4世と退治、縮小す部隊及び、市番の前衛部隊が夜半にベーラ4世の爆栄を吸収して破り、ベーラ4世はオーストリア経由でアドリア海へ敗走した。こうして、モンゴル軍は、ハンガリー全土を支配、破壊するに至った。まさに、バトの行くところ、敵なしの状況だったのである。 続く1241年は、カダンダによるトランシルバニア全域の征服や、クマン人、マジャール人などのハンガリー王国の残存勢力の総統などが行われた。夏から秋にかけては、バトゥの本体は、ドナウ川下半に爆撃した後、冬には凍結したドナウ川を渡って、エステルゴーム氏を包囲攻撃した。オゴデの不法と、 ハンガリー異政からの撤退しかし1241年12月21日にオホデーが死去するとほどなくバトゥの本人にもその不法が届いた。1242年3月にバトゥはオホデーの死去に伴う遠征軍全軍の帰還命令を受けると直ちにエステルゴムを陥落させ果断にベイラ4世の追撃を命じた。モンゴル軍の一部は ウィーン近郊のノイシュタットまで迫ったようだが、この地域の征服は、諦めどなう流域を経由して、キプチャク草原へ撤退したようである。こうして、バトゥシキカのモンゴル帝国西方遠征軍は、ハンガリー支配を放棄して帰国することを余儀なくされた。しかし、バトゥの支配したカルパチア山脈伊動のルースイ諸国を、中核とする東欧の領土は、その後のジョチウルスの基盤となったのである。 オゴデイ氏を、バトと、ルーシ遠征中に賢悪な仲となったグユクが、第三代皇帝になろうとすると、これに強行に反対して、門家を擁立しようとした。グユクの聖母、ドルゲネは、グユクの衰退を狙い、モンゴル帝国全土の王族たちに、オゴデイ没後の摂政として、自らの主導で、クリル隊の開催を必要に説いて回った。バトはオゴデイが後継者と指名していたのは知れムん。 であったことを主張し、帝国製法の重鎮として、不参加を表明してこのドレゲネの動きを牽制した。このため帝国は5年近く皇帝位が空位のままという状態に陥った。1246年ついにソルコクタニベキをはじめと、するトルイケの巫女たちや、東方のテムゲオッチギンらがドレゲネのクリル大会祭の要請を承諾して参加を表明したため、 バトゥも急ぎクリル隊への参加を表明した。しかしヨゴデー、チャガ隊、トルイケの王族たちのほとんどが参加し、帝国各地の諸公や、基準王公が参加する、ココノールで開催されたクリル隊に間に合わず、ジョチケはすでに、モンゴル本土に来着していたオーレラやシバン、ベールケ、トカテムルラ兄弟たちの参加のみで、当主バトゥの不在のまま、クユクが、第三大皇帝に衰退された。 このため、バトゥは、クリル隊の決定に不満を抱き皇帝に即位した。後も、グユクから再三に渡り、真珠の制約に赴くむく、用のモンゴル本土への召喚命令を受けていたが、病気療養を理由に拒み続けた。一時、グユクの宿敵として危険視され、窮地に追い込まれたが、ソル国隊ベキラが、モンゴル中央の同性をクイ一致彼に伝えて、グユクとの対処を進言していた。 1248年、以前から患っていたリュウマチの療養のためエミル、近辺のオホデーの放牧地へ強行すると称し、グユク自ら遠征軍を率いて討伐しにやってきた。しかし、同年4月にグユクがビシュバリク付近で休止したため、モンゴル帝国は最有力王族とモンゴル皇帝との内戦という最悪の事態を回避することができた。グユクの死について、終始では、 彼の父をゴデイと同様に平時からの過度の主食を原因としているが、花肌緊迫した状況下で、女子家、鳥居家にとって都合の良い時期の死であるため、バトゥによる暗殺説も一部では有力視されている。具ク死後は門家を新たな皇帝として推挙し、門家を強行的に即位させた。この時、バトゥが、 時代の皇帝になることを望む声もあったが、バトゥはあくまで帝国の影の実力者に決して、ついに、モンゴル皇帝になることはなかった。その後は、ジョチウルスの領土の統治に尽力し、ボルガ川下流域のかつてのイティルの周辺に、東映地サライを首都として定めた。バトゥの宮廷を訪れたウィリアムルブルックによると、バトゥの宮廷は季節によって南北に移動し、春には、 ゴルガカ東岸を北上して、ブルガール方面に泊まり、8月には南に戻っていたという。バトゥが青蝶汗、長兄、オルダが白蝶汗を認じて、それぞれジョチウルスの右翼、左翼の統治を分担した。13から14世紀のモンゴル帝国時代には、このような記録は見えず、これはバトゥ家が断絶した後、ジョチウルスが青蝶、 白町に政治的に分かれていたとする高台の年代記や、ロシア側の資料などの記述を、バトの時代に殺急して論じたものであろうと、赤坂常明は考えている。1256年、ボルガカ藩のサライにおいて死去した。48歳。バトが死去する前年の1256年は、春に、モンケが第2回のクリル隊を開催していたため、 着手のサルタクはこのクリル隊に派遣されていた。不法は直ちに、モンケの宮廷に伝えられ、モンケは、サルタクを、バトゥの後継者に任命した。しかしながらサルタクは、ジョチウルスへ帰還中に病没し、さらにモンケがその後継者に追認したマッテイウラクチも、その半年後に溶接したため、最終的には、バトゥの自邸であるベルケが継いだ。バトゥの遠征軍の直接的脅威にさらされた。 ヨーロッパ諸国の記録や、特に16世紀後半に、中央アジア進出を開始するまで、ジョチウルスの複属支配を受けたロシアにおいては、バトゥの性格は、極めて激しく、敵には容赦ない残虐性を持っていた人物と、みなされていた。性敵はことごとく暗殺、戦場では敵を皆殺し、降伏してきた敵型の貴婦人300人をすっぱだかに、して、首を跳ねるなど数々の処刑もいった。 いわゆる、パタールの首引きを体現する人物として、バトゥは悪逆非道な暴君として書かれる傾向にある。13世紀中頃に、トランシルバニアからロシア草原に出て、バトゥの宮廷及びカラコルムを訪れたローマ教皇剣士プラノカルピニの、ジョバンにも偉大なる君主であるが、都市を容赦なく破壊する暴君でもあると評している。しかし、軍事においては、 数々の困難な戦いに打ち勝ってきた。モンゴル帝国が短期間でヨーロッパにまで勢力を拡大できたのはバトゥの功績によるところが大きい。バトゥは戦場では極めて過断かつ可烈であるが、これは現状必死終詞などでチンギスカンが時求めているモンゴル帝国の君主の特目として、同胞や味方に対しては極力寛大に振る舞い物をしみなく、 交渉を与えることを第一とし、かつ、幸福を拒む民や反逆する民に対しては容赦なく、殲滅すべく、敵に対しては妥協のない処置に臨むことが、美徳とされていた。バトゥもまた、チンギスカンの禁言に、忠実な人物だったと言える。これに優れた人物で、人民に対しては寛大で、宗教に対しても、融和的な政策を採用して、国家の安定を図り、モンゴル人からは、 サイン・ハニエイン・カーン、サイン・カーンとまで称された。モンゴル人以外の歴史家からも、バトは軍人としても異性者としても高く評価されているが、ヨーロッパ遠征中に、オゴデウケのグユクやチャガタイケのモロコラと犬猿の中になったことが、後のモンゴル帝国分裂の一因を成してしまった。彼は、父の女子とオキ夫人との子である。彼の母のオキ夫人はコンギラと部族主張で、 セチェンのこのアルチノヤンを父に持ち、チンギスカンの聖秘ヒットをボルテは、アルチノヤンの妹であるため、ジョチにとって、いとこにあたる。ジョチの息子たちは、総勢40人以上いたと言われているが、14世紀初頭までに、子孫を残した有力な獅子たちは、バトの他になど14人が知られている。また、バトは、長男、ジョチの後継者とされていたため、祖父のチンギスの命によって、 孫の世代を騒乱する任にあった。バトゥには四人の息子たちがいたことが知られている。サルタク、特官、エブゲン、裏口である。長子、サルタクはバトゥが死去した時、モンケの宮廷にいたため、モンケは彼に、ジョチ家の家督を認証したが、ジョチウルスへ帰党する途中で病没し、代わりに四男で幼少の罰シの裏口に家督を継がせるよう直学だった。しかし、は、 ほどなく溶接し、実質的にウルスを統括していたバトゥの自典ベルケへの家徳継承が直によって認証された。以後のバトゥの血筋は、次男特間と三男エブゲンに引き継がれ、ベルケの死後に特管の次男モンケテムルが女ジ子ジウルスを相続することとなる。また、バトゥには多くのハトゥンや最小がいたと言われているが、東西の文献双方で名前が確認できるのは、 バトゥの聖妃筆頭であった、アルチタタル部族のボラクチン、ハトゥンただ一人である。他に、オイラト部族の主張、トレルチの娘であったベキハトゥンがいたことが分かっている。このベキハトゥンの姉妹には、チャガ大家の当主から、フレグに嫁いだオルクナハトゥンや、フレグの第四正秘オルジェイハトゥン、バトゥの次男特官に嫁ぎ、モンケテムル、トダモンケの母となったコチュハトゥンがいる。 ロシア映画のフューリアスに登場するバトは、ローマ教皇剣士プラノカルピニの記述通り、服従したり、協力的な民には慈悲深く、反抗的な民には情け容赦ない人物として、描写されている。主人公コロブラートが住んでいる、ギャザン公国が15万ものバトの大軍に包囲され、コロブラートは、大公と共に、バトの陣営を訪問し、停戦交渉を行う。バトは、 モンゴル帝国に服従するなら、リャザン公国の住民を保護し、さらに危機が迫れば、リャザンに食料や兵力を提供することを約束する。だが、その宴席で、コロブラートは、バト軍に抵抗し、奴隷のように扱われているロシア人を見つけ激高し、モンゴル兵を殺して脱出させる。バトは、降伏拒否したと判断し、リャザンに総攻撃を開始する。コロブラートは、 リャザンが滅亡した後も、生き残りの数人を率いて、バトゥ軍を追撃しゲリラ戦を仕掛ける。バトゥ軍との最終決戦で、コロブラーと一人になるまで戦うが、ついに敗ればドゥの足元で生きたえる。この時に、バドゥが英雄にふさわしい敬意を持って、この者を埋葬せよと兵士に命令して、映画は終わる。赤坂つねき、第四章十四世紀中央以降のジュチュールス。 樹脂性諸生権の展開、樹脂性諸生権史の研究風間処方、2005年2月28日、ピアニッシも213から246、ピアニッシも293から305。敵には残虐非道であり、味方には寛大であるという行動原理は、すべての人間社会で、ボスの取るべき態度として、程度や、様態の差は、あれごく最近まで実行されていた。 ありがとうございます。